1986年第3回大会、2年連続女王のマヌエラ・マレーバ、対するは頭角を現し始めたステフィ・グラフ。マレーバ19歳とグラフ17歳の決勝はハイティーン対決として注目が集まった。これですね、すごい。時折柔らかいボールを加えてバリエーションをつけています。手前のグラフ、あ、これは見事。トップスピン、しかし逆襲です。マレーバ逆襲、クロス、ネットイン、このショットです。うわ、すごい、ボレーで決めた。いやー、あー、今のはいい打ち合いでしたね。マレーバブレイクバック。それにしても恐ろしい17歳です。この表情も、そして着ているウェアも本当にハイティーン、あどけない感じなんですけれども、マレーバ食い下がります。よく走っていますがネット、試合終了です。17歳世界ランキング3位のステフィー・グラフ、お父さんもにっこりと微笑みました。